武石直人は、静岡朝日テレビ放送局の職員で、日本の元陸上競技選手。大分県九州郡九重町出身。青山学院大学総合文化政策学部を1年、留年後に卒業。2歳年上の実施の影響により、2010年4月に九重町立南山、田中学校入学時から、陸上部に所属。中学卒業後の2013年4月。 大分県立鶴崎工業高等学校に入学。高校3年生時には首相を務め、第66回全国高等学校駅伝競争、大会、男子の部では、北九州地区代表として、出場、一区を務めた。高校卒業後の2016年4月、青山学院大学へ進学し陸上競技部に所属。青山学院大将2年生時 2017年11月の第49回全日本大学駅伝対抗選手権大会へ自身大学生として3大駅伝に初出場。ロックを担当し、区間4位タイで通過したが、青学大としては総合3位に終わった。2018年1月の第94回東京箱根間、往復大学駅伝競争では、往路5区山登り区間で初出走。 先頭の東洋大学と二分三秒差の暫定二で、タスキを受け、四年連続の往路優勝を狙って、逆転を目指した。ところが、十六キロメートル付近で、足のけいれんにより一旦立ち止まり、十九点キロメートルでも再びけいれんで走行を停止する、アクシデントが発生。それでも、区間五位の構想で、東洋大との差を三十六秒まで縮めたが、惜しくも二位通過で、 往路優勝はならなかった。翌日の袋では6の山下りで東洋大を逆転し首位に立ち、それ以降も総合に東洋大との差を大きく広げて、結果大学大は総合4連覇を成し遂げた。3年生時2018年10月の第30回出雲全日本大学選抜駅伝競争へロックアンカーで初出走。 総合2位だった東洋大学に差を詰められたが12秒の差で逃げ切って区間2位の記録で青学大の総合優勝に貢献した2019年1月の第95回東京箱根間往復大学駅伝競争に2年連続で王路5区山登りを担当王路暫定首位東洋大学と3分30秒差王路暫定2位 東海大学と42秒差の暫定3位でタスキを受ける。しかし、スタート後から、竹石のペースは思うように上がらず、坂道の途中で、往路3位、国学院大学、往路4位、駒沢大学、往路5位、法政大学に次々と追い越されてしまう。結果、自身の区間順位は13位と不本意な結果となり、青学大は、まさかの往路6位と大きく出遅れ、 オー羅優勝の東洋大とは5分30秒、オー羅2位の東海大にも4分14秒もの差を追う、厳しい展開となった。翌日の袋で、青学大は、奇跡の大逆転を目指して激走し、結果5年連続での袋優勝を達成したものの、総合初優勝を果たした、東海大とは3分41秒の差で、総合2位に甘んじ、総合5連覇はならなかった。 青山学院大正4年生時青学大町田寮の寮長に就任する。2019年9月28日、TBS テレビ系列の生放送特別番組、オールスター感謝祭19秋の赤坂5丁目ミニマラソンへゲスト出走。一般女子とは4分の差で、スタート、優勝のタレント、森渡るに、ゴール手前で追い詰めたものの、森と、同タイムながら、 金差で及ばず準優勝だった。それから約二週間後、二千十九年十月十四日、開催の第三十一回出雲全日本大学、選抜駅伝競争へ5区で昨年に引き続き出場。駒沢大学と、ほぼ同時の暫定二位でタスキを受けたが、三点五キロメートル付近から、駒沢大、中村大成に差を広げられると、五キロメートル過ぎには、東洋大学、 今西俊介にもかわされてしまい、暫定3位に転落。区間順位も6位にとどまった。その後青学大は6区で2つ、順位を落とし、総合を5位に終わり連覇はならなかった。2019年11月3日の第51回全日本大学駅伝対抗選手権大会へは、当初7区にエントリーしていたが、当日は補欠だった吉田啓太と入れ替わったため出番がなかった。 2019年12月10日、第96回東京箱根間、往復大学駅伝競争のエントリー発表があった。だが、この前日に、武石は左足を負傷していたため、箱根駅伝への出場を、ギリギリまで、原進む監督と相談していたが、自ら監督へ、正直しんどい。僕よりも下級生の選手を使うべきです。青学の16.17番目の部員の方が、 強いので、僕を外してください。とうと自体を直訴。結局、青学大16人のメンバーに、竹石の名前はなく、自身4年目の箱根駅伝は、エントリー漏れという形式となった。当初竹石は、大学卒業の後競技を引退し、陸上部のない生命保険会社に就職する予定だった。ところが、競技への意欲が再び高まり、就職先の内定を辞退し、 実業団のある企業への入社を目指すことを検討。あえて留年し大学生として5年目の競技を行うとを決めた。2020年10月3日、TBS 形成放送特番、オールスター感謝祭20秋の緑山2100番地ミニマラソンに、青学大5年生ランナーとして2年連続でゲスト出走。同大会の優勝者は、 元サッカー選手でサンフレッチェ広島有志所属だった、タレント、沢井和樹の圧勝で、武石は再び2位に甘んじた。2021年1月の第97回東京箱根間、往復大学駅伝競争に2年ぶり3回目ので、王路5区山登り区間にエントリー。王路暫定首位、創価大学と3分41秒差の暫定10位で、助けを受けた。 ところが2年前と同様に、スタート後から足取りが重く、スピードが出ず、途中で4度も足がつって、走行をストップする異変が発生。レース後半に入ると、オーロ9位、国学院大学、オー路10位、拓殖大学に追い抜かれ、結果自身の区間順位は17位と、ブレーキとなり、またしても不本意な結末に終わった。青学大は、よもやのオー路12位と大きく、後手に回り、 オーロ優勝の総科大とは七分三十五秒もの大差がつき、総合に連覇は絶望的となった。翌日の袋で青学大は二年ぶり六度目の袋優勝を果たすも、総合優勝の駒沢大学とは五分十二秒の差をつけられ総合四位に止まった。大学卒業後は陸上競技会の第一線から離れて二千二十一年四月に静岡朝日テレビへ就職し、 新たな一歩を踏み出している。なお、同年4月4日、当局の生放送ローカル番組、スポパラサンデー新人局員として初めての生出演を果たした。ありがとうございます。